はい、皆さんこんにちは。畑野和です。今日はですね、下半身ファンクショントレーニングをご紹介したいと思います。走る動作のあるスポーツ選手はもちろんのこと、日常生活でも疲れにくい体を作りたいとか、アンチエイジングしたい方におすすめですので、ぜひやってほしいと思います。今日はですね、フロントランジを応用したバリエーションとなります。まずは片足をまっすぐ上げて大きく踏み出します。この時フロントランジですね、前足のかかと体重かけて、そうするとお尻の筋肉意識しやすいと思います。お尻の筋肉と、あとは太もも、腹筋、体幹の筋肉を使って、このまま今日は前に上がって片足上げます。ここから腹筋を使って足を上げたら、今度は後ろにモードに戻っていく。そして片方の上げた足を後ろに戻ってランジで、腹筋に力を入れてお尻の筋肉で戻ります。この一連の流れですね、足上げて引き上げて下がって、前の足のお尻の筋肉で上がる、止めます、下がってバックランジ戻る、前方と後方への動き、あとはなおかつ階段を上るようにここから上に行く動きがありますので、前方向と上方向、そして後ろ方向へのこの慣性ですね、加速度をうまく体幹、体を使ってバランスをとっていきながら姿勢を保持していく。余裕があれば荷物とか、こうリュックとかですね、ダンベルとかを持って行ってみて、バーベルをね、バーベルを背負ってバーベルを背負ってやってもいいかなと思います。片足上げること時点で立ち足のね、中殿筋、お尻筋肉も使いますし、腹筋使ってます。踏み込んだ時にはお尻の筋肉、体幹周り、もちろん太ももふくらはぎの筋肉使って、ここからぐっとね、股関節をこう伸展させて上がっていく。この時に前上方向への動きをコントロールしながら、また中殿筋と腹筋を使ってキープしていきます。で、後ろの動きをこう、あっ、こう後ろに流れないようにコントロールしながら後ろに戻るという、この加速度をコントロールするようなファンクショントレーニングですので、スポーツ選手はね、さっき言ったようにもちろんのこと、日常で生活でもアンチエイジングにとても役立ちますので、ぜひやってほしいと思います。片方ずつやってもいいですし、交互にやっても OK です。10往復を目指して頑張ってみましょう。今日の動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。